はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は酎ハイですね。つややか酎ハイの、グレープフルーツ味。果汁が、4.2%。アルコール度数 6%。となってます。グレープフルーツならではの爽やかな味わい、ほのかな苦味と酸味が楽しめる酎ハイです。原材料がグレープフルーツ果汁と醸造用アルコールと糖類と酸味料と香料。これ山屋という、酒屋で買いました。製造者が宝酒造株式会社。となってます。それでは飲んでいきましょうか。乾杯。まあ普通に美味しいは美味しいけど、ちょっとあれかな。ちょっと微妙になんか。なんか薄いような気もするけど。まあでも甘さも、かなり抑えられて。るとは思います。ですね、最近ですね、タバコがですね、なんか、吸ってると、すごい喉が、やけになんか、痛い、というか。痛くなってきまして。で、こういったものをね、こういった、なんか、タバコの、ヤニ取りフィルターみたいなのを、ちょっと使ってみたんですが、いかんせん、大して良くならないと。なんかね、もともとね、俺結構喉が、悪いというか、まあ仕事の職業病みたいな感じなんですけど、多分職業病だとは思うんですが、その会社に勤めてから、かなり喉が、まあ悪い。喉が悪いというか、なんか痰が絡むというか、なんか常になんかこう、違和感がある喉に。んで、多分タバコの、吸ってるのも多分影響してきてると思うんですけど、なんかね、タバコがね、最近ね、なんか、大して、美味しくない気がする。特に、つい最近。なんか、吸った後になんか、すっげえ喉が、イガイガするし、なんか、舌の、奥のあたりが、なんか、味覚が死んでしまってるみたいな感じの、感覚。っていうのかな。だから、タバコをやめようかなと。最近になって思い始めたんですけど。とにかく喉が痛い。前まではこんなことなかったんですけど、やけに喉が痛い。まあ、タバコは、俺結構強いのばっか吸ってたんで、タールが強いのばっかり吸ってたんで、おそらくそれも
影響はしてるとは思うんだけどね。結構1ミリのタバコとか吸ってる人いるでしょ。だから、タールの問題でもあるとは思うんだよ。おそらく。なんか、イガイガするから、なんか飲み物がないと、タバコがなんか、あんまり吸いたくないんですね。まあ、俺基本的に、職場ではタバコ吸わないんで、ですけど、家帰ってきて吸う感じなんですよね。いかがしたもんかね。結構ね、タバコめちゃくちゃ残ってるからね。いろいろ買って、手巻きタバコとか特に残ってる。本当になんかタバコが、ちょっとうまいと思えなくなってきたね。本当に。昨日か一昨日あたりから、違う、一週間前ぐらいからか。なんか、喉と鼻の間あたりが、ツーンとするというか、なんか、なんか、おかしいんだよね。絶対的になんかおかしいんだよ。何かがおかしい。まあ、イガイガする。前まではそんなことなかったんですけどね。まあ、そろそろタバコもやめ時かなと。俺、二十歳ぐらいから吸ってますけど、21歳か2歳ぐらいの時から吸ったのかな。だからまあ、5、6年は吸ってますね。ちょっとあれだね。まあ手巻きタバコかなり残ってるんで、大量に残ってるんで、どうしようかなとは思うんですけど、まあこの際もったいないけど捨てるか。なんだかんだめんどくさくて手巻きタバコ作ってないんですよね。ほとんどね。なんか急激になんか、喉の調子がおかしくなってきました。まあ何が原因かわかりませんけどね。まあ俺、前健康診断行った時に、なんかタバコを吸うって言ったんだけど、あんまり本数は吸わないんですよ。まあ1日10本ぐらいかな。で、先生に言ったら、なんとかやめることできないかねーとかって言われて、で、厳しいですねって言ったら、まあなんかあったらね、なんか異常が出てきたら、まあ、ね、きっかけがあったら、まあやめてみるのもいいと思うよとか、なるべくやめてね、みたいなこと言われたんですけど。まあ、ここら辺がやめ時かなと。だって、うまいからタバコって吸うわけでしょ。で、まずいのに吸ってって意味なくねっていう話なんですよね。別に、うまかったら別に全然吸うんですよ。今まではそうだったの。普通にうまかったか吸ってた。
だけど、今こうタバコ吸ってるけど、全然、ハイライト、今吸ってるんです、ハイライト。ね。ハイライト俺大好きなんだけど、全然美味しく感じないんだよ。で、さっき吸ったゴールデンバットも、全然美味しく感じないんだよ。むしろ喉がイガイガして、もう、痛くてなんか痛いっていう感じ。なんで。もうこれはやめる。神様が多分俺に、あれなんだよ。やめた方がいいぞって。多分なんか、知らないけど、まあ。言ってるんだよね。ね。本当に喉がね、やばいから、なんか飲みながら、なんか飲みながらタバコ吸ったりしないと、単品で吸ってもね、すげえやばい、喉が。うん、で、タバコもかなり、ちょっと俺いろいろ吸う、いろいろ買いたい派なんで、いろいろ買ってるんですけど。で、もうめちゃくちゃあるんだ、今、タバコ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15箱ぐらいあるね。タバコ。今、15箱ぐらいちょっと、半分ぐらいないけど。1箱10本ぐらいしかないけど、結構いろいろこうババって種類があって、それをタタタタっていろいろ吸っていくスタイルなんですけど、俺は。これどうするかな。これどうするかなと思って。うん。とりあえず、あれだね。あらかたこう吸って、徐々にこう、減らしてって、タバコ減らしてって、まあやめようかな。この、箱のやつが全部なくなったら、やめようかなと思うんですけど。なんか鼻も痛いしね。鼻もね。鼻が、煙で、なんか鼻がこう、ツーンとするんですよ。まあ皆さんどれぐらい吸ってるかわかんないけどね。うん。一日だいたいほら一箱とか吸う人いるでしょ。うん。まあ普通そんぐらいだと思うんだ。普通一箱20本入りで20本ぐらい吸う人が大多数だと思うんだけど。まあね、ちょっとね、タバコに全くうまさを感じられなくなったね。本当に。舌が死んでしまったのか、舌の味覚がおかしくなったのか、わかんないですけど。セブンスターも全然美味しくないもん、これ。なんだこれ。マジうまくもなんともないよ。やばい。味覚がおかしくなったの。まあ。どうなのかは知りません。なんか、ただの煙を吸ってるだけの、代物になったね。今の状態だと。タバコってほら、味があるでしょ。それがうまい。だけど、それ以上になんか、苦痛がなんか、喉の痛さと、鼻の痛さもあり。多分、味覚も多分、おかしくなってるんですよ。なんで、
ちょっと、考えもんだなと。禁煙するかと。まあ、ね。しばらく経ったら、多分、1ヶ月以内ぐらいに、おそらく、タバコは、やめようかなと、思います。うん。はい、ということで、こちら3333です。ご視聴ありがとうございました。